はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、今更聞けない a u p a y a u p a y ペリペイドカードへ請求書払いで還元率アップということで、今回は a u p a y についてですね、この動画では a u p a y を使う上で知っておいた方がいい3つのことについてまとめました。もしですね、今 a u p a y を使われている方はおさらい程度に聞いていただいて、またですね、今後 a u p a y を使うことを検討されている方はですね、今後の参考にしていただければなと思います。それでは 行ってみましょうってうことで、今回は今更聞けない aupay の3つのことということで、僕なりに今回はですね、3つにまとめさせていただきました。上から順に行こうと思うんですけども、まず1つ目は、クレジットカードでのチャージがスマホ決済でかなり充実ということで、ま、これはね、すでにご存知の方多いと思うんですけども、そうなんですよ。aupay はね、本当にクレジットカードでのチャージ方法っていうのが、まあまあな数があるので、高い還元率を結構狙いやすかったりするんですよね。まあ、実際にその画面なんですけども、これはね、スマホ決済の a u p a の画面なんですがここにですねチャージという項目があるのでここをタップするとチャージ画面に切り替わりますでここのクレジットカードをタップしたらですねまあ、一覧がずらっと出てきます今現在はご覧のような方法であればクレジットカードでのチャージができるということになりますまあ、もちろんね AU が提供する AUPAY クレジットカードでも対応してますしまあ、セゾンカードとかエポスカードとか楽天カードこういったものが対応してるとで一応ですねここに真ん中にちょっと小さく出てるんですけどもクレジットカード発行元に限らず全てのクレジットカードご利用いただけますっていうのはこれは マスターカードのブランドとかアメックスのブランドこういったカードであれば a u ペイにチャージができるということになりますでここにも書いてる通りですねアメックスの対応しているのは a u ペイだけなんですよねなので他のスマホ決済でもまあとあるいろんな方法を使えばアメックスのカードを使ってチャージをするっていうこともできるんですが直接このアメックスのカードを使ってチャージができるのはおそらく今現在はスマホ決済は a u ペイだけなんじゃないかなというふうに思いますここはやっぱすごいですよねでこのクレジットカードを使って実際に還元率がどんな風にアップするのかっていうと これはね、僕が持ってる aupay のクレジットカードでもあるんですけども、この aupay のクレジットカードとスマホケストの aupay。これでチャージをした場合、うん、aupay のクレジットカードの場合は1%還元になるので、まあチャージをして1%。で、スマホケストの aupay で決済したら200円で1ポイントつくので、0.5%還元。なので、実質の還元率が1.5%還元でお買い物ができるということになります。これお得ですよね。まあさらにね、お買い物するお店がポンタ加盟店とかであれば、まあ還元率をアップすることもできますね。で 続きまして、楽天カードと aupay なんですけども、これはね、以前まで JCB のブランドは対応してなかったんですよ。楽天カードでも。ですけども、まあ僕もね、今 JCB を使ってるんですが、まあこれも対応するということになりまして、楽天カードと aupay を組み合わせた場合の還元率、楽天カードの還元率が1%還元、そして aupay の還元率0.5%還元なので、これも上と同様に1.5%還元ということになります。なので、楽天ポイントを貯めてる方であれば、まあこういった方法もありなんじゃないかなと思います。そして3つ目なんですけども、こちらもね、最近動画にさせて いただきました JQ エポスゴールドカードこのエポスカードみたいなもんですね。これと A.P.A. を組み合わせた場合。 ま、還元率はエポスカードの場合は、普通にね、ショッピングの決済の場合は0.5%還元になるので、さらにそこに0.5%還元を加えると。そうすることで実質1%還元が可能ということになります。なのでね、連携するクレジットカードは結構いろんな方法ではあったりはするので、僕はとりあえずこういった方法を例に挙げさせていただきました。ま、見ていただいたらわかるように、本当チャージ方法がすごい充実してるので、クレジットカードを何枚も持ってる方であったりとか、もうアメックスしか使ってないっていう方でも、ま、AUP はかなりね、効率的に使えるんじゃないかなというふうにも思います。 ちなみにちょっとした注意点なんですけどももし aupay とクレジットカードを使ってチャージをする場合最低の入金の金額っていうのが3000円からになるんですよねなので少額からこうちまちまチャージをされたいっていう方からすればちょっと引っかかる部分もあるかもしれないのでここはちょっと注意が必要かなというふうに思います ま、続きまして二つ目なんですけども、請求書払いの還元率のアップが可能、っこ場所によるということで、まあ、これはね、正直一番に関連する流れにちょっとなってくるかなという感じです。例えばどんな風にその還元率がアップするのかっていう流れを見ていただきたいんですが、まず請求書払いが対応しているかっていうのを、まず事前に確認をします。 で、こちらのページに関しては、エーペが使えるお店の請求書払いが使えるお店が一覧で公式ページに出ております。電気であれば、東京電力、関西電力、北陸電力、中国電力、沖縄電力とか。まあ僕が住んでるのは九州なので、九州電力がちょっとないのはね、引っかかるんですけども、まあガスであったら、まあ東京ガスとか、まあ大阪ガスとか、まあそういったところもあったりとか、水道であれば、まあ東京都の水道局とか、まあ神戸水道局とか、やっぱりちょっと今見ていただいたらわかるように、結構一部の場所近く、 見ていただいたらわかるように、まだまだちょっと一部の場所しか使えないっぽいんですよね。で、他にもですね、ちょっとこっから下の画面にはなるんですけども、地方自治体ということで、まあ、場所によっては固定資産税が払えたりとか、試験民税が払えたりとか、まあ、結構ね、場所によってほんと細かくね、支払えるものが結構いろいろあったりします。まあ、残念ながら僕が住んでる福岡はね、ほとんどまだ現在は、現在は対応してないので、まあ、今後ね、対応してくれることを願うばかりでございます。で、その請求書払いが実際に対応してるかどうかっていうのを確認したら、 次に還元率の高いクレジットカードで a u p にチャージをすると。まあその時はね、先ほどお伝えしたこういった方法であれば、まあ還元率がある程度イメージできるかなと思いますんで、ご自身がいい方法を選んでいただいて、その後に a u p の請求書払いを使うと。そうすることで、まあ実際にね、普通に払うよりかは断然にお得に決済ができるということになります。 まあ普通にね、払い込み票を持ってコンビニとかで支払うよりかは、今みたいな方法であれば、還元率も高く決済ができる。プラス、おうちでね、決済ができるので、もうわざわざもう出向くことなく、サクッと決済できるっていうところはかなり強いんじゃないかなというふうにも思います。で、ちなみになんですけども、今現在ですね、AUP のこれキャンペーンページで、あなたの街の AUP キャンペーンという項目があるんですけども、これをクリックしたらですね、ちょっといろんな、こういったあなたの街の AUP キャンペーンというのが出てきます。で、その中に、これ関東の地方の 方だけにはなるんですけども例えば神奈川ですね神奈川県税ということでこれをクリックするとこのページが出てきます請求書払いで支払うと抽選で1000名様にポンタポイントが1500ポイントプレゼントということでまあ、この時期なのでねまあ、自動車税とかが払う時期かなというふうに思うんですけども自動車税であったりとか個人事業税とか不動産取得税 まあそういった支払いがある方は、AUP で支払えば、一応抽選にはなるんですけども、このキャンペーンの期間内であれば、もしかしたらチャンスがあるかもしれないです。まあ他にもね、東京都でも今現在キャンペーンが開催中でございまして、抽選で1000名様に1500ポンタポイントが当たるということで、東京都はね、結構支払う種類っていうのがまあまあ多くて、自動車税以外にも固定資産税とか、まそういったものを対象ということですので、もしね、支払いどうしようかなというふうに迷っている方は、まあこういった方法もありなんじゃないかなというふうにも思います。ということで最後3つ目なんですけど、 もこちらスマホ決済で唯一連携されているプリペイドカードということでまあもうねみんなご存知こちら因縁の間違えた au ペイプリペイドカードなんですけどもこの au ペイプリペイドカードはですね発行をまずする場合に関しては au 自分銀行の開設が必須となりますこれはもう au ユーザー以外の方に関しては au 自分銀行の開設が必須となりますんでおそらく au ユーザーの方は解説せず確か普通に au ペイプリペイドカードが発行できたはずですでこのスマホ決済の au ペイと連携されることによって結局 何がいいのかっていうことなんですけども2つ例を挙げさせていただきましたまず1つ目は残高を一括で管理ができるっていうことなんですよねそうなんですよこれがね本当にすごい魅力的で例えばなんですけどもとあるお店で au ペのスマホ決済での支払いが使えない けど、マスターカードが使えるっていう場合、絶対あると思うんですよ。そうなんですよね。aupay って、意外と、まあ前よりかは比べて、本当使える場所は増えてはいるんですけども、やっぱり他のコード決済の威力はやっぱ強いので、まだまだ aupay が使えない場所ってあるんですけども、けど、クレジットカード払いのマスターカードができるっていうことは、まああったりするんじゃないかなというふうに思います。で、その場合は、スマホ決済の aupay にチャージをして、その後に aupay のプリペイドカードで支払うと。 マスターカード決済をすると。そうすることで AU ペンの残高から消化がされるので、残高が一つにまとまってるので、わざわざ AU ペプリペイドカードにチャージをするっていう作業というか、もう本当にただ単にスマホ決済の AU ペンにチャージをすることで、このプリペイドカードも使えるっていうのがね、結構便利っちゃ便利なんですよね。 で、還元率も0.5%還元なので、まあ、実質普通のスマホ決済の AUPay と支払ったことにちょっと近いっちゃ近いんですよ。そこがね、本当に、このプリペイドカードの魅力的なところなのかなというふうに思います。まあ、他にも、まあ、三大キャリアのスマホ決済の中でも、唯一ね、残高が一括で管理できてるのは、まだこの AUPay プリペイドカードだけです。で、次、二つ目の例なんですけども、ApplePay の利用ができるっていうことなんですよね。まあ、ここも結構魅力的でして、まあ、こちらがね、僕が実際に ApplePay で設定してる画面なんですけども、まあ、設定すること によってねもちろんマスターカードコンタクトレス決済これが使えるとで他にもねグッペイでの決済ができたりですとかあとはモバイルスイカにチャージもできますなのでまあいろんな使い方はあるんですけどもなので A ペイの残高がちょっと多いなとかまああり余ってるなっていうことがあった場合に関してはもうモバイルスイカにもう流してあげて残高を消化してあげるっていうのがねできるのでまあ使い方によって本当にね幅広く使えるっちゃ使えるんですよねということで本日お伝えしたことをまとめですまずはクリストカードのでのチャージがスマホ決済の中で でもかなり充実がしてると、まあ、先ほどもね動画内でお伝えしたように唯一アメックスのカードがスマホ決済にまあ直接チャージができるっていうのがまあ今のところはま AUP だけですよということですのでまあ、普段からねメインカードアメックスでを利用されている方は結構相性がいいスマホ決済の一つかなというふうに思います。で次2つ目は請求書払いの還元率のアップが可能ということでこれは1の情報に関連はするんですけどもまあ、普通に請求書払いをコンビニとかで払うよりかはまあ、自宅でね。 サクッと決済して、なおかつ、還元率がいいクレジットカードでチャージをすれば、まあ効率よく支払いができるんじゃないかなというふうに思います。まあですけども、今現在はちょっとね、対応してる場所がまだ少ないので、これはちょっと正直場所によるかなと、住んでる場所によるかなというふうにも思います。で、最後三つ目はスマホ決済の中で唯一連携されてるプリペイドカードということで、この AUP プリペイドカードに関しては、まだ僕自身正直ね、まだ使い切れてないというところではあるんですけども、場所によっては AUP が使えなくてもマスターカードがあれば、決済ができるっていう場所 中にはあるかと思うんでそういった時は結構活躍するんじゃないかなというふうに思います。残高の消化に困っている時に関しても、a p ペ p e l y p a カードを使ってお買い物をすればね。 それはそれで結構ね、効率よく残高が消化できるかと思いますんで、まだ持たれてない方は、まあ、発行してみるのも結構面白いんじゃないかなというふうにも思います。まあそんなこんなで今回は、今更聞けない AUP の3つのことについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ今回はね、とりあえず3つにまとめさせていただいたんですが、他にも多分、これは魅力的ですよというのがあると思うので、それに関してはぜひコメントいただけると、めちゃくちゃ嬉しいです。まあね、結構ね、この AUP に関しては、キャンペーンが落ち着いてたりする場合に関しても、 普通に使ってても結構還元率が高い状態で使えたりはするのでそこがね個人的に結構好きなとこではあったりします。 ま、他にもね、EC サイトの AU ペンマーケットとか、まあ、そういったとこでも使ってみても結構面白いかなと思いますんで、またね、機会があれば僕の方でまとめて動画にしようかなというふうに思っております。まあ、動画内で紹介させていただいた AU ペンのキャンペーン情報のリンクであったりとか、過去のスマホ決済のね、紹介させていただいた、今更聞けないシリーズについての動画に関しても、概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。根に持ってません。